今回4回目の挑戦となりましたが、どんな思いで臨んだんでしょうか。そうですね、自分が出せる精一杯を出して仕事をして最後まで諦めずに走りました。この不安定走路の中でしたけれども、試走は 3.41 でした。いかがでしたか。そうですね、ちょっと試走前のレースを見てて結構滑ってる様子だったので精一杯試走走ったんですけど、ちょっと不安の残る試走でした。スタートは全部しっかりできましたね。そうですね、失敗なくしっかり打ち込んだ。そして6周回どうでした。長かったんじゃないですか。そうですね、でも自分が思ってた以上に落ち着いて走れて、ラストもちょっと翔平さん見えてたんですけど、思いっきり最後のコーナーを突っ込んで心境というのはもう全体落ち着いてレース見ているところだったんですけど、その通りの走りをしようと思いました。はい、そしてゴールした瞬間はいかがでしたか。そうですね、やっぱ嬉しい、一瞬ちょっと時間分からなかったんですけど、ビジョン自分が映ってるのを見えて、あ、優勝したんだと思って嬉しかったです、はい、そしてどこかに返ししたらね、皆さんから拍手がありましたね。はい、すごい嬉しかったです、はい、さあ今節完全優勝となりましたけれども、はい、振り返っていかがでしたか。そうですね、まさか完全優勝できると思ってなかったんで、すごい嬉しいですね。もう込み上げてね、涙も、はい、そうですね、泣きそうでした、はい。さあ次節は7月19日から飯塚で行われるレースとなっております、はい、今後の目標も含めて、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします、はい、いつも応援ありがとうございます。これからも一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。高橋恵理子選手デビュー発売おめでとうございました。Get in there!